吉田さん、お客様からのクレームでいろいろと言われた時にねで対応する係の方が「いやでもねお客さんいいことわかるんですけども一人を添えて認めちゃうとみんな認めなくなっちゃいけないってなるんで本当ちょっと勘弁してください」って言うんですよねでもそこで思うんですよ私は何で俺を認めたからって言って他の人を認めないといけないのい今回こうやって要求出してきた人に答えていけばいいんじゃないの 何も言ってない人までわざわざねお知らせしてじゃあそうしましょうっていうことないじゃんそしたら「いやそれはまあ公平性を損ねますんで」って言うけども「いやサービスそのものが公平じゃないからこうやってクレームになってるんじゃないですか」とみんなが満足するようなサービスを提供できたらクレームなんて一件も起きないでしょとっていうことは多くの人には受け入れられるけどもそうじゃない人は出ているつまりその時点で不公平なんじゃないか その不公平に対応してギャップをどんどんねなくしていくのがあんたの役割でしょうってあんた何のために言うの,この決まった決まりをねただここでベラベラ言うだけだったらあんたいらないよと説明書があれば十分じゃないかあなたが言うことは説明書と決まりとねお客さんとのギャップの間を埋める作業でしょあなたはいやこれは駄なんですよルールにあるんでしか言ってないじゃないルールにあるけどもその解釈をどのようにお客様に今日クレームを言いに来たお客様にあの当てはめていくのかってことを考えるのがあんたの役目でしょう そしたらあなたはいろんなお客さんに対応できたねってことになるからサービスマンなんですよっていう風なね、論調だったんですけどもね、通用しましたかね、これはね。